ダニエル・ウェブスターは、アメリカ合衆国の政治家、法律家、連邦下院議員、連邦上院議員、国務長官を歴任、フェデラリスト党、ホイッグ党に所属、19世紀前半のアメリカを代表する政治家の一人である、上院における、いわゆる、フェイマス・ファイブの一人、ニューハンプシャー州ソールズベリーで、エベネジエル・ウェブスターとアビガイル夫妻の息子として生まれた、 両親は小さな農場を経営し、彼はそこで成長した。一家は貧しかったが、教育には熱心で息子のために家庭教師を雇い、ウェブスターはニューハンプシャー州エクセターのフィリップスエクセターアカデミーに入学した。ウェブスターはエクセターアカデミーを9ヶ月で去る。子供の頃彼は人前で話すことを非常に恐れ、学校の授業で必要な 朗読に対する恐怖を十分に克服することができなかった。後に弁論家として成功したにもかかわらず、彼は学校で石のように押し黙まり、恥ずかしさで涙を浮かべて部屋にこもったと記録される。アカデミーを短期間で去った理由は不明であるが、おそらくは彼の恐怖心に対して両親が無力であったことが考えられる。エクセターを辞めた後、彼は ダートマス大学に入学し、ファイ、ベータ、カッパクラブを1801年に卒業した。ここで彼は演説に対する恐怖を克服するため、驚異的な記憶力とスピーチ原稿作成能力を活用した。彼は、ユナイテッド・フラタニティ文学協会に加わり、演説の訓練を行った。彼が成功した後、ハノーバーの町は独立記念日の演説を彼に依頼した。 ダー・トマスを1805年に卒業すると、彼は初めにトマス・ダブトムプソン、次にクリストファー・ゴアの下で働き、続いてニューハンプシャー州ボス公園で法律業を開始する。1807年にはポーツマスに新しい事務所を開業した。1808年に彼はグレース・フレッチャーと結婚する。二人は息子のチャールズを設けた。弁護士として、 ウェブスターの評判はたちまちに高くなり、さらに彼は連邦党の指導者に就任した。1812年に彼は会議員に選出され、米英戦争への反対を強く主張した。彼は2期を務めた後1816年に議会をサリ・マサチューセッツ州マーシュフィールドに転居した。1837年発生したキャロライン事件を解決するために、 英国公使ヘンリー・ステファン・フォックスに対して書簡を送り、翌年臨時公使アッシュバートン教と会談を行い、米英関係を改善させた。この際、書簡においてウェブスターが示した攻撃の正当性に関する条件は、ウェブスター見解と呼ばれ、国際監修法における自衛権の成立要件の先例とされた。ありがとうございます。